日本が侵略を受けても多分安倍総理 F-15 乗って飛ばないはずなんです <laughs> コンベヤパイプをやられた船を無罪から離せ行ってる最中にもかぶさるようにジオンの兵隊が第2波来ます76というふうに言います。 ミサイルらしきもの接近衝突場で321ってカウントダウンしてるとシャアとガデムやってるのはぶつかるのはもうしょうがないから両方とも誘爆してですね2艦とも落ちるのを防ぐために船を引き離そうとするんですね。で船を引き離せって言ってる時にシャアがガデムにガデム運んできた雑魚を放出しろと。 もう通常の補給はこの瞬間シャワー諦めて宇宙空間で構わないコンベアパイプなんか構わないからどんどんザックを出してくれガデムがああなんとかしようって言うと兵隊が21っていうふうに言います第2弾きます7654321の543のカウントダウンの部分を 本当は背景で言ってるんだけど、そこを飛ばして、シャーとガデムの、そんなミサイルが迫ってくるということ関係なく、次に何をすればいいのかというやりとりだけ語るんですね。ブライトさんのですね、連邦軍のホワイトベースの中の混乱ぶりに比べて、なんてジオンのですね、このかっこよさ。 やり取りが誰かを責任追及するわけではなくなんでこんなことになったのかなんでミサイルが見つからないのかとそんなことではなくどっから来たのかではなく今何をすればいいのかというとミサイルが当たって両方とも誘爆でなくなっちゃうのが一番ダメだからまず2つを引き離して引き離したらコンベアパイプがもう使えなくなるからザックを宇宙空間に放出してくれっていうふうに言ってる間にミサイルが次のやつがドーンとぶつかると。でガデムの方にカメラが映ってザックをシャアに渡さにはならんのだというふうに部下に伝える。 もうすでにミサイルは当たってるんだけどそうじゃなくてこの船のことは諦めて船の倉庫にある物資武器弾薬食料を宇宙空間に放してとにかくシャアに渡せっていうふうに部下に命令するガデムシャアどれのセリフ3つ連続でバンバンバンと出ますガデムザクをシャアに渡せにはならんのだシャアがマシューフィックス船の外でザクに乗り移る支度をしておけ私は先にモビルスーツで出撃すると ドレンあるだけの高段ミサイルを水平打ちするんだ。三者三様にその場で取るべき最適の手段っていうのを部下に命令します。ガデムはまず何よりも。 持ってきたモビルスーツをシャアに渡すために放り出せっていうふうに部下に命じてシャアは放り出したモビルスーツに乗るためにパイロットにまず船の外に宇宙服着て出て行って乗り込めたで僕は赤いザクがあるからそれで先に出て時間を稼ぐっていうふうに指示してドレンシャアの部下はですねあるだけのミサイルを水平打ちしろとつまり 攻撃されて方向もよく分かんないしどこに敵がいるのかも分かんないんだけども今できることはとりあえずの武器をどん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 発射するっていうですねそのことしかできないのでやってしまうということですね。太陽の方でダダダダッと撃ったんだけど爆発すると多分ね命中してないミサイルが自爆しただけなんですけどようやっとアイキャッチが入って CM に入ります。<laughs> 今今回回主役はジオンなんですよ何が今回面白いかっ,て言った <laughs> つまり冒頭ホワイトベースの中の揉め事やってるんだけども戦闘になった瞬間に見てる人の主観は確かにどうやって攻撃するかっていうアムロとリュウとのやり取りはあるんだけども明らかに面白みっていうのはいかに敵からの攻撃を受ける前に補給を済ませるのかそして攻撃を受けたら次は何をすればいいのかという能力がある男たちが自分たちの持っているものとかを 100%120% 使いながら どうここを生き延びるのかっていうふうにやっちゃうからもう見てる人間は絶対ねジオンの味方をして見ちゃうわけですでそこでアイキャッチで CM に入ってしまってどっちが主役だったけとで CM が開けたらですねいきなりですね指揮を執るドレンのシーンから始まってですね相変わらずジオン視点です延々これがですねあのシャアの部下のドレンですねこれがですね部下に言ってますシャアが「ドレンパプアをカバーするんだこの攻撃はモりつつは戦艦じゃない」もうここ コックピットに乗ってですね、シャアはシューッと宇宙空間出てるんですね。そしたらドレーンは了解です。180度回答を急げ。残りのミサイルのあるブロックは前段対応向かた水平にぶち込め。メガ粒子砲のエネルギー充填どんくらいかかるか5分20秒というふうにこう言います。180度回答急げって言ってるんで、この前のジオン兵は一生懸命ダリンをこうぐるぐるぐる宇宙空間でもダリンあるんですよね。<laughs> まあここら辺のねレトロ佐賀ガンダムの面白いところだけど、ぐる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 ,ぐる回して回答いわゆるホワイトベースと同じですよ、ね。ようやっと攻撃態勢を取ろうとしてます。 で相手の方に頭を向き合うとしますでメガ粒子砲ですねのエネルギー充填にどれくらいかかるか5分20秒かかるというふうに言われるんですねえい、ー、遅いわメインエンジンのパワーを落とすぎたというとジオン兵が第3波が来ます7654っていうふうにカウントダウン始まりますこの圧倒的なです、ね、戦闘のテンポの良さそして視点が完全にジオンの側になってしまってでおっさんたちがもうとにかくねどれもねガデンもかっこよすぎるんですよね時々攻撃してくるコアファイターとか 映るんですけども本来だったら攻撃してくるコアファイターの中のリュウさんがいてリュウさんが「えージオンめ!名」って言ってスイッチ入れて基準撃つシーンがあってもいいんですけど一切ないんですよね。<laughs> なんかコアファイターのコクピットは青く塗りつぶされているというのは非人間性いわゆる主役ではないという意味なんですねアニメにおいては。見てる人間の感情移入させたいんだったらコクピットはちゃんとガラスは透明に描いて中にいる人間をちゃんと描いたらその瞬間見てる側の主観っていうのは 飛行機に乗ってる側に映るんですけれども、ガラスを青く塗りつぶしちゃうということは、いわゆるそれはサングラスをかけている人間と同じで、その人の感情を見せたくない、主観に入らせたくないっていう演出意図なんですね。サングラスをかけている状態のですね、誰が乗ってるかわからない、得体の知れない飛行機が我らのジオン機を攻撃するというシーンが重なってですね、もうここら辺のシーンは延々、逆襲を受けているジオン頑張れっていう風になってくるんですね。 そこでようやっとガンダムも出てきてですねバズーカ砲みたいなのを抱えてですねバズーカ発射したらですねそれに対してシャアがマシンガンを撃ったらですね一発目外れて二発目でようやっと自分のですねムサイに飛んでいくガンダムが撃ったバズーカ砲を撃ち落とすのに成功するんですね第二話のですねガンダムが発進してムサイからのミサイルを撃ち落としたシーンに対応してるんですねアブロもシャアも両者とも一発目は外して二発目で敵の弾をですね撃ち落として危機回避だから実は 両者の能力っていうのかな？アムロの方はモビルスーツの高い能力と。 アムロの低い能力ですね。シャアの方はモビルスーツの低い能力とシャアの高い能力っていうこの関係あるんですけど、ほぼ両者の実力が拮抗していて、今回のシーンがですね。そのジオン中心に組み立てられているという証明にもなってるんですね。第2話のアムロを中心としたホワイトベース側を中心とした攻撃される側の恐怖っていうのをですね。今度はシャアを中心にしてジオン側で描くという風なことをやってます。<laughs> じゃ、あ俺たちも戦ってやるかっていうガデムさっきのじいさんがですね。いい味を見せて意地を見せるというですね。明らか にこの主観がジオン側の方に行きます。やっとですね、第3話にしてですね、ガンダムとザクとの直接対決シーンです。太陽を背にしてですね。 これはすごい早く3回ぶつかるようにガンガンガンって戦うシーンが出てきます逆光でぶつかるザクとガンダムだからもうこの絵だけ見てると互学に見えるんですねただアムロの方はシャアの戦いに振り回されていてですねガンダムとかが吹っ飛ばされたりしてですねこうフラ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 してるんですねでシャアは「<laughs> モビルスーツの戦闘の違いが戦力の決定差ではないということ」って言った後ザクの肩をぶつかってガンダムにガーンとぶつかってアムロが「うわー」ーってなったら「教えてやる」とかって言うんですけどもそこまでやってですね 至近距離でマシンガンを撃ち込んでもですね、ガンダムに全然効かないんですね。 思い返せば第1話この戦争を始めたですねやつがまだこのモビルスツーツ動けないようですで攻撃しますと言ってマシンガンで撃ってザクマシンガンが効かない何なでだーってパニックになった後至近距離からの攻撃だったらいけるはずですって言ってたんですけどもシャーはもう肩でタックルして相手を散々にですねぶつけて痛めつけたところでさあ大丈夫だろうと思ってザクマシンガンで撃ったらですねすぐに暴挙されてですね全然ザクマシンガンが効かないんですね。それに対してアムロの シャーメイっていう風に言って頭のガトリング銃いわゆるこれもマシンガンなんですけどこれで攻撃するとですねザクは後退するんですよ。つまりシャののザクの マシンガンっていうのがあまり効かないのに対してアムロのこの頭についているマシンガンは相手に対してある程度の効果はちゃんとあるんですねこれぐらいの兵力差があると。でアムロはいけるって思うんですけどもそんな攻撃やってる隙にアムロの方は素人ですからバズーカの弾をどん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 使っちゃうんですね。ということでバズーカの弾頭がなくなったという時にようやっと真後ろにいつの間にかシャアのザックが来てるのに気がついて「後ろ」って言うとシャアは「遅い」って言いながら後ろ側から襲ってきます。 シャアにしてみればです、ね、いくら敵のモビルスーツが攻撃力が高く防御力が高いといっても後ろを取られた時点で負けだろうと後ろと今更気が付いても遅いという意味で遅いって言うんですけども後ろから行ったシャワーがですねアムロがこう襲ってくるのを左腕でグイッと押しのけて右手で,です、ね、下から持ち上げるようにして腹の部分をボーンとパンチするんですね。腹のの部分にはガンダムのコクピットがあって ジオンも連邦も腹の部分にコックピットがあるんですね。これはあの、人間は腰の部分が一番動かないからもともと 人間が乗るタイプのロボットみたいなものを作ったらどこにコックピットを作るべきかということで実はその1950年代60年代ぐらいにいろんな人が議論してたんですねでマジンガー Z がやってるのは頭の上に乗ってるっていうのは最もだってロボットがちょっと動くたびに一番振り回されるところだからあれをやったら中の人間がもう生きてられないとだからパトレーバーにしろガンダムにしろですねリアリズムを追求したロボットっていうのは必ず腰の位置の人間の重心位置がある位置にコックピットを作るんですね。 シャアは連邦軍のモビルスーツはよくわかんないんだけども、あの形からしたらもう明らかに腰の位置しかないっていことでガンダムの腹をゴーンと殴ると。腹を殴るというのはレバーパンチというやつで、ボクシングでもやっぱ相手に一番ダメージ与えるんですけども、<laughs> 割と狙われたら嫌な部分をザクに下から持ち上げるにしてグワーンとやられてガンダムをこう吹っ飛ぶんですけども、 これでやられたと思ったら、アムロは、うわーって言われて、危ない危ないって言ってロケット噴射してですね、なんとかこう持ちこたえるんですけど、もうシャアは困っちゃって、えい、連邦軍のモビルスーツは化け物かと、これだけでも攻撃でもというふうに言うんですね。そうするとドレンの方からですね、シャア少佐お戻りください。ムサイはメガホーム使えず。5分20秒かかりますから、エンジン出力下げちゃって、サイはメガホーム使えずというふうなことで泣き言います。もう化け物みたいなモビルスーツってどうやっても勝てないのに、もう、 任せておいた副官が「シャーショーさんどうしましょう?」と「メガホンまだ使えません」え「えザクまだ受け取ってなかったのいやあっちカタパルト壊れてて」って言ったら「とにかく今行くよ」とだけ言ってですね大変ですよね。だから ブライトさんは情けなくて大変なんですけどシシャーはシャはでですすぎるから大変なんです、ね、いわゆる中小企業でよくあるすぐに社長を呼べ問題というやつです、ね、<laughs> 社長が能力ありすぎたら社長がどこに行っても問題解決しちゃうから結局社長の指示待ちになってしまうというです、ね、能力のある館長は館長でこれはこれ困ったもんだなっていうのが分かってしまいますでまたこの館長が赤い制服を着て赤い目立つ潜りつツのってまず真っ先に出てしまうもんだからですね。かなりセン そうとしてはまずいことになってるんですけどドズルの言っていた十分な戦力があった昔ならともかくという時にはこのシャアの戦い方って十分だったんですねいわゆるそれって原子力空母エンタープライズ号の艦長がですね戦闘機に乗って出るみたいなもんですからこれを言えば皆さんどんなに無茶か分かりませんそれはもうインデペンデンスデーですよ日本が侵略を受けても多分安倍総理 F-15 に乗って飛ばないはずなんですでもシャアがやってるのは全くそれと同じことでそんなことやっちゃダメなんだ ただジオンがベテランの軍人が多くてですね軍備が圧倒的にあって補給も自在な時はシャア一人ぐらいがそんなむちゃくちゃなことをしてもですね逆に周りから褒められたり憧れられれれたたたりり憧したんですねでももう時代はそういう時代じゃないそこでもまだシャアは自分一人の手で何とかしよう、まあ、シャアはシャアなりにベストを尽くそうと思ってるんですねでもそのベストを尽くすということが部下に頼られてしまうという状況を作ってしまう。<laughs> 両者の勝利条件がそれぞれ違いますホワイトベースにとってはこのチャンスにシャアを叩くというのは勝利条件です補給を完了する前だったらシャアの無才弱いはずだからこの機に敵を沈没させてしまえばホワイトベースの勝ちなんですね一方シャアにとってみればこの戦争戦闘に勝とうとしてないんですね 補給を受けさえしたら次の戦闘その次の戦闘その次の戦闘で勝つ確率が高くなるから戦ってるだけなんです実は戦闘というのはいつやめてもいいんですね。補給完了が目的だからホワイトベースをですね自分たちの補給ミスで逃がしちゃったらシャアの負けなんです両者ともホワイトベースとジオンとで勝利条件が違うホワイトベースは不安だから敵を 倒さななきゃゃいいいけないという,ふうに思っちゃっちてるんですねでもジオンの方はいやいやいやと補給さえ受けていればここから先実はホワイトベースがルナ2に逃げ込もうともその後どこに行こうともどこかの時点でガンダムを露閣いわゆる分撮ってジオン本国に送ることができるだろうと現にドズル中将は冒頭のシャーとの通信でもう無罪なんか潰れてもいいからとにかくガンダムというその連邦の無理術をつかめろと言ってシャアは了解と言ってます。 唯一敵のガンダムモビルスーツをですね分度理さえすればそれに何ヶ月かかろうがジオンは勝利なんですね。それに対して長期的なビジョンのないホワイトベースの、まあ、ブライトさんはとにかく目の前にいる敵を叩いて潰さないと不安でしょうがない。シェア共作がやっぱり起こっているのでホワイトベースが取れる戦略というのがすごく狭いんですね。